もしメール行こうか。では紹介します。ニアパインさんからいただきました。ありがとうございます。胸の大きいのを巨乳、放乳、うんうん、あまりないことを貧乳、と世間では言われていますが、その間、ちょうどいい感じの胸は何と呼べばいいですか？過去はない。おー。ちょうどいいの、大きすぎず小さすぎずっていうやつですね。はい。はい、ほー。まあこちらですね。名前を、まあ3人でつけていくんですけども、うんうん、何々の何々の何々。何々の何々の何々、難しいね。あ、はいはいはい、冠があるのは何々の何々の何々。まあのはつけなくていいんですけど、うん、何々、何々、何々みたいな感じでもいいんですけども、うん、3人でみんなで一緒に一つの名前を使っていくっていうのなんと思いますよ。はははは。というわけで、くじ引きで。でもそう、はい、巨乳とかでしょ、うん、貧乳とかでしょ、うん、それ3個でできんの？へぇー。あ、これ順番を決める。うん。はい。はい。はい。じゃあ、順番を確認しましょう。はい。せーの。はい。あー !1 番。2番。というわけで、落ち、落ち。素晴らしかったでございます。これ3枚でどうやってやるんだろう。どうやんの俺。ちょうどいい感じだもんね。これでも。変な話、ニューでいいんじゃない？ニュー。福山さんもうニューでいいんだよ。そうだよ、ニューでいいんだよ。俺は逆に俺のなんか、俺は。そうだよ。あ、もう先に言ってくる、俺ニュー。嘘だね。あ、で、うん、逆に俺が難しい、うん、これ。だって、もう、その人、うん、一番上がちょうどよかったらもう、つけられないですもんね。うんうん、じゃあ、宮田さん。よし、大丈夫ですか？で、大丈夫です。はい。うん。じゃあ、ちょうどいい感じの胸は、はい、何と呼ぶか、その名前は、手のひらに、ちょうどよく収まる、敵乳。でも手のひらなんだね。手のひらにちょうどよく収まる敵乳。ちょっと長いけどいい。あ、いいじゃないですか。巨乳、貧乳、その真ん中は、手のひらにちょうど収まる敵乳。いや、いいや、いいですね。男子らしい答えが出ます。敵乳、ちょうどいい。さあ、続きまして、ムーさんからいただきました。正解出しちゃったね。いいね。いいね。ブラも。